パパミューソンチャンネル始まるよ。はい、どうもこんにちは、パパミューソンです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日するのはですね、以前に、紹介したですね、このノースフェイスマウンテンジャケットに、このワークマンプラスで買ったね、インナーベストが合うよっていうことで紹介したんですけど、何件か質問があって、このマウンテンライトジャケットには合うんですかっていうのと、この2つのサイズの組み合わせですね、これが M でこれは LL になってるんですけど、この組み合わせじゃないとダメなんですかっていうことなんですけど、そちらについて今日はお話しします。はい、まず、サイズについてなんですけど、これが M で LL なんですけど、ここの相性よりこのインナーベストと自分の体に合うサイズで大丈夫です。例えば LL じゃなくて L が自分の体にこれが合うんやったら L と M でも問題ないです。逆に LL は自分の体ではちょっと大きいなって思ってて、これと合わせてしまうと、逆に中でゴワついたりっていうのがあると思うんで、あくまでもインナーも自分の体に合うサイズと、こっちも自分の体に合うサイズでしつけてもらえば合うと思います。なので M には LL とかっていう法則は特にないですね。あくまでもこのベストが自分の体に合うかどうか、ちっちゃすぎてもダメですし、大きすぎても中でゴワゴワするだけなんで、その辺を注意して購入していただけたらなと思います。で、その次ですね、マウンテンライトで、さっきの法則で言うと、マウンテンジャケットは僕 M サイズなんですよ。でもこっちのマウンテンライトはこっち L サイズなんですね。で、こっちのこの LL サイズとマウンテンライトの L サイズをガッチャンコしていけんのかっていうのでね、検証していきたいと思います。ちょっとひっつけますんで、はい、ということでこちらね、マウンテンライトジャケットの L サイズに、ワークマンの、フリース、インナーフリースをの LL サイズをつけたものがこちらになりますね。全然違和感はないですね、つけた感じ見えるかな、こんな感じです。はい、こんな感じですね。マウンテンライト L サイズにインナーベスト LL サイズで着用してます。こんな感じぴったりですわ、やっぱり、うん、個人的にはマウンテンジャケットって生地が分厚いんですよ、マウンテンライトに比べたらね。で、こっちがなんぼや、70デニールやったっけ、ちょっと薄いんで、マウンテンジャケットにこのインナーベストより、マウンテンライトジャケットにこのインナーベストの方が自分的にはしっくりきますね。うん、より、着心地がいいというか、うん、マウンテンジャケットよりマウンテンライトジャケットの方が着心地がいいですっていうのが感想です。ほんで、その前の動画の時にコメントいただいたのが、このね、中のジップインジップのちょっとだけこんだけ余ってるんですけど、それが例えばこれがね、長すぎると首元が窮屈やけど、この分でここがぴったりくると、はいってことですね。今日はこれだけです。はい、マウンテンライトにはこれは合いますかとか、サイズ的には M に対してインナーは LL じゃないとダメですかとかいうね、質問を何個かいただいたんで、
ちょっとこの動画を上げようかなと思って撮りました。というわけで、まあ参考になればいいかなと思いますね。はい、めっちゃいいですね。ぜひワークマンに行って買ってください。まあインナーの選び方としては自分の体に合うサイズを選んでいただくということでね、いいかなと、間違いないかなと思いますんで、その辺はお願いします。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。いろいろ動画を上げてきますんで、チャンネル登録と高評価の方をねしていただいて、低評価でも構いません。でコメントをいっぱいください。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。バイバイ。チャンネル登録。